ワシントン共同トランプ米大統領は13日、ホワイトハウスで記者団に、A 総選挙で与党保守党を勝利に導いたジョンソン首相に向けすごい勝利を祝いたいと称えた、米国で起きることの前兆になるかもしれないとも語り、 来年の米大統領選再選に向け、友人の勝利にあやかりたいとの思いを覗かせた。トランプ氏は英国は欧州連合、EU、の中にいると、我々とビジネスをするのが非常に難しいと指摘。 ジョンソン氏の勝利で来年1月末の英国の EU 離脱が確実な情勢になったことを踏まえ、米英二国間貿易協議の進展に期待感を示した。